ハンドヘルド GPS は、電池で駆動してに持って携帯しながら使える GPS 受信機である。単機能のハンドヘルド GPS は、現在位置、移動軌跡等を液晶ディスプレイに表示したり、移動軌跡を内蔵メモリーに保存する機能を持った GPS 受信機である。地図を入れ替えることで、世界各国で活用できるものが多い。米国ガーミン社の E-TREX が、 代表的な製品である。最近では、詳細な地図をインストールすることで、細かい路地まで表示したり、移動軌跡を SD メモリーカードに保存できたり、簡単なナビゲーションの機能を持つものなどが登場している。PDA と一体化させることで、小型のカーナビともいえる、高機能を実現した製品もある。PND と総称される。 国内、海外を問わず GPS 受信機を内蔵した携帯電話が一般化している。付近の店舗情報を検索したり、さらにカーナビゲーション、乗り換えナビゲーション、徒歩ナビゲーションなどの統合ナビゲーション機能を提供する。児童の誘拐防止など様々な活用がなされている。ノートパソコン、PDA、携帯電話に接続することで、それらに GPS の機能を追加する製品もある。ほとんどの製品は USB か Bluetooth で接続する。ハンドヘルド GPS は小型に作る必要があるため、アンテナの性能が低くなる。また、携帯して使用するため人体の影響を受けるほか、適正な行格での保持も難しく、過労死で実用になる状態であったが、 従来よりも高感度なシフ社のストライチップを採用した製品も登場している。登山用、ジョギングサイクリング用、ロギング用など、用途を特化し、機能を充実させた製品も登場している。GPS 腕時計タイプなど、さらに小型な製品も登場している。測量用、軍事用の製品がある。アメリカの GPS だけでなく、他の衛星測位システムに対応したものを、 区別して GNSS 受信機と呼ぶこともある。ただし、そのような場合でも代名詞的に GPS と総称される場合もある。ありがとうございます。